持ち場に着いたようだぞ、カカシ。ああ。敵はどこまで近づいてるんですか？それを今パックンたちに操作させてる。ただそう遠くはないだろう。じゃあいよいよなんですね。怖がらなくても大丈夫です、さくらさん。あなたは僕が死んでも守り抜きますから。ありがとう、リサ。隠し、感知忍者を中心に戦闘隊を組め。他は12、3、6、九時の方向をカバーしつつ、万事の陣を基本としろ。霧と、それにこれは霊気ですか？かかし先生、これって…ああ、まさかこんなところで再会するとは思わなかったよ、ザブさん。お前がいるということは、あの子もいるんだろう。お久しぶりです、カカシさん。鬼人とヒョウトンの子か。戦うことになるのは分かっていたが、まさかお前だとはな、カカシ。あの橋の上でとどめを食らって、俺は地獄に行くはずだった。だが気がつくと、ハクと同じ場所にいた。おかしいとは思ったが、どうやらここは天国でも地獄でもないらしい。ここは現実の世界。もうお前たちの来る場所じゃないのさ。ザブザン、ハク。おお、大きくなったな、カカシの部下のクノイチ。あの小僧は元気にしてるか？え？うん。ザブザン、お前たちのおかげでナルトは己の人道を見つけることができた。そしてそれをお前らの墓の前で誓ったんだ。その時からブレない立派な忍びに成長した。なら彼はもっと強くなる。カカシ、これから俺たちがどうなるかもう分かってるだろう。この体は所詮操り人間。お前たちの力で俺たちを。話はもういいだろう。そろそろ働いてもらうよ。俺たちを止めろ。ザブさん、カカシさん、お願いします。もう一度僕たちを止めてください。僕の夢はザブザさんの道具としてザブザさんを守りきることだったけれど、こうしてザブザさんも術にかけられているということは、あの時僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということ。そしてまた今もザブザさんを守るどころか道具にもなれない。いや、君はザブザを守った。彼が死んだのはもっと別の理由。そしてザブザが君のことを道具だなんて思っちゃいなかった。カカシ、余計なことをベラベラと。ザブザさん。あの時俺は初めて負けた。カカシ、容赦するな。俺をどんな手を使っても止めろ。俺はもう死んだ。人間として死んだんだ。ああ、分かってるよ、ザブザさん。ありがとう。メガ、来るぞ。
戦闘開始。相変わらず強烈な殺気を発するやつだ。ザブザ、こんなところであの二人と再会するなんて、ナルトが知ったら何ていうかな。うわこちらの急所を狙ってくる。油断すれば俺の後にな。遅い。手を抜くわけにはいかないな。やるなら今だ。勝負あり。ザブサ、まさかここまでと。カカシ、これは。ああ、彼らは霧隠れの最強部隊。霧隠れ、忍び刀新一郎の前任者たちだ。先生、ザブザとハク、あの二人は俺が止める。なるほど、カカシはあくまでザブザとハクが狙いですか。よほど二人と因縁があるようだね。なら思う存分戦ってもらおうか。ガイ、あとは頼む。ああ。さて、俺たちの相手はあの6人だ。作戦はあるのですか、ガイ先生。奴らは相当のやり手。いたずらに時間をかけては被害が大きくなるだけだ。ここは短期決戦、一斉撃破で行くぞ。リーとサクラは俺をサポートしろ。そんな、あのレベルの忍びをまとめて相手にするのは危険すぎます。ここはできる限り相手をばらけさせて、カッコ撃破を狙った方が確実じゃ。Thank you.
少の無理は承知だ。だがここで時間をかけるわけにはいくまい。俺たちの力で忍び方の七人衆を一気に殲滅するぞ。ガイ先生の言ってることもわかるけど、でもここは三人分かれての括弧撃破に努めた方がいいと思う。さくら、お前の気持ちはわかる。だがここは多少無理してでもまとめて戦った方が結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも大丈夫です。僕らの力を合わせればできないことはありません。わかりました。でも本当に危なくなったら引くことも考えてください。わかっているが、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。はい、押す。七人衆、なかなかの相手だ。だが、俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。ガーッシュ！ガーッシュ！セイクロン！私は刀だ！なぜ、こいつは刀を持っていない？反射する作戦か。内藤騎馬の使い手、キングアメラギ。奴の雷撃には気をつけろ。雷を扱う忍びですか。動きと効果範囲に気をつけないといけませんね。アサッチジャンプ。よし、燃えてきた。また呼んでください。蛇の陣人に気をつけろ。四頭兜割りはどんなガードも叩き潰すぞ。なかなかの槍手のようだ。注意すればなるまい。ガーシュ！そいつはホースキー満月。人種の中でも特に危険な男だ。この感じ、ただものじゃないか。ガーシュ！また呼んでください。アサッチジャンプ。アサッチジャンプ！アサッチジャンプ！アサッチジャンプ！激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。音の方角からするに、あの方向は。加賀先生。